前です。車内での携帯電話のご使用はご遠慮ください。なお混雑時には医療機器への影響の恐れもありますので、電源をお切りいただくようお願いします。定期券取引券をご利用のお客様は運転手に分かりやすくお見せください。
急銀座形成外科の田口クリニックへお越しの方はお越しください。バス地下鉄への乗り継ぎには自動的に料金が割引になるレインボーカード、開通カード、ピタバカードが便利です。ぜひご利用ください。次は西田陸老人福祉センター。西田陸老人福祉センター。次に止まります。お降りの方はバスが止まるまでそのままお待ちください。
帽子かぶってへんから綺麗やね。そうやな。絶品さんや。困るよな。気付けてきたけど。帽子かぶってしてたら、普通のおばちゃんやけど、今日綺麗わ。まあ、ありがとう。誰も褒めてくれんから。いや、あ、今日綺麗ねと。お父さんもおらんようになってな。そうやな、まあ、お互い。何年、うちお父さんあそこやけど、行ったおるわ。ええわな、話し相手がおって。もういつまでもおってな。でもそれでな、元気でおれんねんで。やっぱこう、しゃあないような気持ちがあると。気が抜けた。誰が誰なの？いや、誰でもな。部屋に一人いるのはな。お話しても帰ってくる言葉がないからな。話しできへんやん。一人ごと言うたらあかんやん。そうや。さあ、いきなり障害者かれた。いきなり障害者かれた。移動車の先端、1号車本線前、プラスではお客様に全員ご利用いただけるよう、車内でカード乗車券を販売しております。お買い求めは、バスが停車してから運転手にお申し付けください。あ、そうや、もう子供できた。次は、長橋一丁目、長橋一丁目、大阪市社会福祉研修情報センター、高齢者無料職業協会所前です。お降りの方は、降車ボタンでお知らせください。カメラメンが今買っていって呼んで、今返しに行く。あ、そうかそうか。次に止まりだ。お降りの方はバスが止まるまでそのままお待ちください。喋っとったらすぐやもう何歳になった？私77。まだそんな若いの？若い。体操とかアホだとこうだと全然通れん。若いこれは何ですか？これちゃん若いのモモタやな。もっとちゃんだけ6歳で当てるんですよ。
Thank you.
次は難波、難波、終点です。黄岩課。UR 難波営業センターへお越しの方はお降りください。バス、地下鉄への乗り継ぎには自動的に料金が割引になるレインボーカード、回数カード、スタバカードが便利です。ぜひご利用ください。